現地時間11月12日から19日までのメキシコ遠征で3連戦を行うサッカー U19 日本代表。日本時間15日未明には現地で高い人気を誇るクラブウニベルシダナシオナルとの第一戦が行われ、コーチへの順応もあり35分ハーフの試合はスコアレスドローとなりました。1ヶ月ほど前まで U20 アジアカップ予選を戦い、グループ I をトップ通過していた日本。2月から中国で開催される U20 アジアカップに向けて、船越雄三監督率いる U19 日本代表の選手たちはこの遠征でメキシコ代表やベネズエラ代表と戦い強化を図ろうとしています。日本時間15日未明に行われた U19 クラブウニベルシダナシオナルとの第一戦、会場の標高が2000メートル以上という高地ということもあり、現地入りして間もない日本代表のために35分ハーフで行われることとなりましたが、その初戦の相手は現地で最も高い人気を誇るクラブ。特に下部組織での育成システムに定評があり、メキシコ代表選手を続々と輩出するクラブウニベルシダナシオナルのアンダー世代との一戦ということで、現地のサポーターやファンの方々からは熱い視線が向けられ、日本としても初戦を勝利で飾りたいところとなっていました。互いに様子見の立ち上がりとなったこの試合ですが、徐々に日本がゲームをコントロール。 U20 アジアカップ予選でもチャンスを作ってきたディフェンスからのビルドアップで好機を演出しますが、まだ思うように体が動かないのか、ゴールにつなげられないシーンが続きます。メンバーを入れ替え臨んだ後半も日本ペースで進んだ試合でしたが、前半同様相手ペナルティーエリアまでは何度も持ち込みますが、相手ディフェンスの固い守りによりことごとく阻まれてしまい、0対0のスコアレスドローとなっていた日本。この試合は非公開となっていたのですが、クラブウニベルシダナシオナルの公式 SNS では、他の大陸の同世代の仲間と経験を共有できる喜びとして、この試合の様子を画像と文字で報じてくれており、この様子を知った現地サポーターやファンの方々からは、彼らがあの漫画のブルーロックなのか、さすが我らがプーマスクラブの愛称、我ら代表チームと引けを取らないチームは日本とも引き分けたのか、などと未来のサムライブルーとの充実した試合を喜ぶ一方、メキシコ代表と引けを取らないほどの実力を持つとされるクラブを称賛する声が寄せられていました。日本としては現地入り2日目での試合ということで、高地での70分は相当体に負荷がかかっていたと思われますが、2025年にチリで開催される U20 ワールドカップのことを考えると、この高地での遠征や南米チームとのこの時期のトレーニングマッチはとても価値あるものに。個人差もありますが、高地になれるためには 2、3日は必要とされており、日本時間17日未明に行われる第2戦のメキシコ代表戦では、選手たちも思うように体が動き高いパフォーマンスを披露できることでしょう。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。